こんばんばはヤホー,やっほーちょっとあの画角がさいい画角がなくってさ暗いんだよね今日ちょっと下からだよねちょっと下だよねでもね これが最大限の明るさだと思うんだよね。こんばんは。いきなりで。ごめんね。うん、こんばんは。ちょっと弟気味 <laughs> え。幼いよね、そう。あの、今日は、あの、リハだったので、メイクしてないの。 だからショールームするときにメイクをはねしようかなって思ったんだけど私はもう寝てしまうなって思ったのあと幼い理由はもう一個前髪を切ったから前髪を今日の朝朝じゃない昨日の夜だ昨日の夜ね切ったのパツってだから多分幼いよねなんか幼いねそう 生まれるとしかも画角が道下なんだよねみんなお疲れあいみだよこんばんはこんばんはなんかさ奮闘してたんですかあ格闘してたんです前髪いつも自分で切っちゃうよあの格闘してたんですよ画角画角さんとね画角と格闘してたんですけど あのね上にの今リュックの上にっけてんだけどでお茶で今やってるのお茶でやってるんです立てかけみんなどうやってやってんだろうこっちでも暗くないこっちこっち暗くないあこのライトを移動するし移動するんだね みんなこんばんは皆さんは今日は何をしていましたかどんな一日をお過ごしでしたでしょうか、まあ、まだ今日は一日は終わってないですけどねありがとう来てくれてよいしょちょっとごめんね始まる前に完璧にしとけって話だよね間に合わなかった ねえみんなさどうやって明るくしてんだろう、ね、えみんなどうやって明るくしてんだろうねこれあうわっうわっ明るいあ明るいじゃない何だこれ暗っねえ暗い暗いよ なんいいもうん、暗くてあ前に行くねあ私が前に行けばいいんだお茶とよくり見えてるないか傘みたいな電気だねあそれ暗くていい 見えるごめんねちょっと変ななんか押さないけど今日 <laughs> やっほ明るくなる格こあそういうことこれでも配信中にああるのか、うん、まぁ、あ、か大丈夫じゃいっか改めましてこんばんはラスタイドルの尾沢優美と申します ご、ね、めんね10分前15分前ぐらいのあの、告知で本当はね20時からやろうと思ったんです本当は20時からあのやろうと思ってたんだけど20時まで起きてられる自信がなくて今やってます <laughs> 眠そう すっぴんだからですねそれはリハの顔です今日はうん。たまたま相撲見て気づいてあらよかったありがとういつもねああこんにちはあこんばんはこんばんはいつまで早く続くのええー、わかんない全然その早起きわかんない そのずっと早起きじゃない気がするどうだろういや意外と早起きなのかなでもありがたいことにすごいね毎日何かしらあるよなのでとっても幸せです <laughs> このね中には「意識高めラストアイ T シャツ <laughs>」このカーディガンを脱げばもうリハをできる っていう格好です。今日の私のポイント。<laughs> やっぱ前髪切ったね。<laughs> なんかこう見ると前髪やっぱ切ったね。声聞こえちゃうかな。隣の人に。まだ未定のユーチューブ見ました。ありがとう。 みんな見てくれましたか今見てないって方はぜひ見に行ってくださいホテルで泊まったんです4人でまだ見てるねそうスカパねスカパ楽しみスカパのリハはねしましたねなんかねもう,もうねいろんなリハがず毎日あるんですよ 違うリハがいっぱい詰めになってるからあれ今何のリハしてるんだっけってなる私はもう前髪切ったからおそろあらおそろだどっちが短いかなあゆみの方が短いかなきっと <laughs> ジャンケン強いね嘘あれあれジャンケン買ったっけあーまあね <laughs> 皆さん見てください さ見てください夜雷夜雷じゃないや夜雷ね外れちゃったのショックショックだねごめんよ私の力不足だまた他のライブできるように頑張るねはいじゃあ久しぶりです遅い遅いもう遅い遅い <laughs> こにお久しぶりこんにちはこんな久しぶりかあ私久しぶりか ごっちゃにならないのごっちゃにな,な,なる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 ごっちゃになりますよ <laughs> あそうそう19日は中野サンプ,さんさんプラザーさんで中野サンプラザーさんでライブがありますなんかあれそれツタヤなんか音タえ見てあれツタヤのツタヤさんのあれでも中野サンプラザー さんだよねこれはね結構人数多い多いんですよ出演するメンバーがで私も入らせていただいたのでぜひ、うん、ねあのよろしくお願いします来てくださいねフフッ仲間いくよおお楽しみ こえこみかんなかったのまあね難しいからねあの問題そうそう生産 T シャツありがとうございました皆さん T シャツ予約してくださった皆さんありがとうございましたもうねあのごめんリモコンのシリコンがめっちゃこすれちゃったなんかねすごいたくさんの方がねゲットしてくださったみたいでわかんないけど <laughs> ありがとうねうん、3枚よりはね、来週だと思う。<laughs> 冗談でした。スタッフさんの冗談でした。ライブ見たいね。ライブ見てほしい。16は決めた199個行くことにした。さすがもう、見れるとき見ときラスアイのライブ来てくださいね。まあ、皆さん、事情もあると思うので。無理せずに。 いろいろ当たったもちろん昼の。おお。楽しみ。夜ぐらい大好きもんだからね。とっても楽しみですよね。T シャツ買ってありがとう。嬉しい。駆け込みだとごめん。え、本当にねえ。え、嬉しい。ご万円で嬉しい。いや、ありがとうね。嬉しい。 ねえー嬉しいえー、生で会えるの嬉しい待ってるね生誕 T シャツもしくはもうえっえっあれもう終わったってあれまたも,も,もしかして生誕 T シャツあれゲットできなかった <laughs> 昨日終わりましたよ昨日昨日終わりましたよ あれゃ嬉しいありがとう四年前のアイミーは可愛かったよ四、うん、年前のアイミーは四年前のアイミーはほう、はあ、ありがとうございます <laughs> ありがとう四年前はありがとうございますももも持ってなるように頑張りますも、うん だったらメイクしろって話ですよねすいません私のせいです <laughs> リアルトークが最終枠起きちゃったあーありがたいありがたいけど複雑なあり,ありがたいけど悲しいでもでも,も最終枠以外はまだ全然あるので皆さん待ってるね 今の意味は綺麗でやってもうお優しいですな <laughs> <laughs> 3月16ってお店に出る予定だっけそうであ16色だよねそうそう昼の分出ますあの一般はまだだから皆さん変わって一般が争奪なんだよねそうそう一般が争奪なんだよね髪バサバサ セーターに着て憧れだったから嬉しい。ええー、嬉しい。そう言っていただけるの。ありがとう。まあ何とかします。なんとかならないよ。なんとかならないよ。<laughs> リップの保湿のリップ。私も最初はゴチャとかならぶ追加した。うんありがとう嬉しい。ありがとうね。 いいいろろしししてる久しぶりのイエー嬉しいめっちゃ久しぶりだね。確かに2年前のあいみはめっちゃ可愛かった。うん、あ2年前のあいみんは ?2 年前のアイミはあいみんはありがとうございます。嬉しいです。2年前の私に伝えておきますね。2年前も持ってないように頑張りますね。ってあいみリップどこやったんだろうリップ。 リップを探せ私のリップ私のリップをえなんかえなんかそう今縦画面になんなかったえねえねえ,えみんな見れてる今縦画面になったんだけどあいみだけあいみの画面だけえなになんかあいみだけなんかさ一回あいみさ中中外れしたんだけど あ、止まったの。あ,あ、インターネットが繋がってない力ですかね。<laughs> 私が使っているのは。メンソレータム。あ、リップで止まった。え、なんかさ、色つ、何。メンソレータムって色つかないリップです。なんですけど、なんかそう。なんか。なんか見えない。塗ったみたいに。 ね水色似合う本当にでも家ベなんです私だから家ベはね水色ダメなはずなんですだけどね私服水色ばっかなんだよねああそうばっかではないですだけどややあのやややや青多いんですよね <laughs> お話し会当選したみちゃんにお、音をも言いたいわー、嬉しい。嬉しい、嬉しい。ありがとう。メンタムっていうのへぇ、初めて知った。確かに、ね、メンソレータムメンタムだね。メンタムなんかメンタルみたいだね。え、見れてるみんな。え、インターネットがないとダメなのかなあんのかなインターネット。 でも絶対弱いよねこういう多分リアル特会外れたえっ、ー、あそう最終枠ですかね追加申し込みしますえー、優しいありがとう絶対に幸せにするねあ見れてるほんとにごめんね今日はねネットがね多分つながってないのであの見れ止まってんのかもしれないけど ぼちゃぼしゃぶさはね外はねだったんですでも汗をかいて外はねじゃなくなりましたでもこうやったらちょっと外はねになる待ってるねみんなでもね最近の悩み聞いてくれれますあのね 切れなくなりました、朝アラームの声、音、聞こえるタイプだったんですけどのね、分かんない最近はあイみは全て容量療養期間のせいにする癖がつきましたから今もなんか朝起きれなくなったんだよねって言って多分、あの、療養期間、い療養期間で療養期間で、期間でなんか 怠けちゃったのか起きれなくなりましたって思ってた思ってる最近全部それのせいにしてる <laughs> よくないねなんかね最近朝起きれないんですだから怖いのね <laughs> 明日起こして誰か <laughs>、うん、ブルーワールドありがとうこうちゃんありがとうてさびさんありがとうえのさんさんありがとうふふん ダサイ始まったからずっとあみちゃん一人ずっとしててずっとであーありがとう <laughs> 光栄ですもう恐縮です恐縮恐縮恐縮ですありがとう <laughs> なんていうか,かんの子なっちゃった <laughs> アラーモンはねなんかあの元から入ってるなんだっけどういう音だっけどういう音だろうえ何の音だっけ ちょっとあんなに聞いてんのに愛を知るアラームしてる、ね、今日マックになりテてれテレいいなマック早くてりとも食べないといつ食べるいつてりとも食べる今年は絶対に食べるって決めたで昨日言ったよね昨日かないつかのショールームで言ってねお疲れ様お疲れ様みんなも今日はみんなお仕事だったのかな土曜あでも土曜日か 伊藤美紀さんあ伊藤美紀さんあかさんそうだよねイスケイさんの振り付けあかれさんだよねあいみめっちゃ見ましたよ MV イスケイさんはねダンスすごいですから仕事なおなのなのに見に来てくれてんのありがとうバレちゃあかんよ アラームの音、あゆの声なのえあゆみアラーム発売した、って記憶ないんだけど。えあゆみさ、あれ発売したっけあゆみさ、アラームを発売した記憶ないんだけど。えうちのアラームは、推しの声。あ、確かに。あ、あれだよね。あのー、あゆみがさ、ヌリヌリしたあの、目覚まし時計当たったよね。それかな昨日食べた。何やって。 何やてっみんな,いいな今日マックみんなみんな結構ワ,クたワ,ワッコ, <laughs> マコ食べるんだねみんな食べたいえなくなっちゃうのあなくなるんけだって書いてたな <laughs> くなっちゃうのかなは折り切るとかあんのかなマックってあーそれのやつああ 動画を iPhone に読み込んだアプリ。え、そうなのえじゃあ、あいみもさ、昨日なんか録音の話してたじゃんみんながさ、DM とかでさ、あの、ボイスメモみたいなさ、送ってくれたら、あいみは、みんなの声をアラームにできるってことそしたらみんなの声をアラームにできるのめっちゃいいじゃん。絶対に起きれそう。めっちゃみんなうるさくしてな、ね、いあげてーって。あげてー あっ、あやもみーちゃーね、一瞬見ました。始める前に。食べてた。いいね。でもさ、サラダだったよね。あれ今なんかゴム手につけてたように見えた。みんなのアラームの声待ってるね。<laughs> みんなの、今度はみんなの自撮りじゃなくて、 学校自身じゃなくてみんなのあゆみに向けてのアラーム音を募集する <laughs>、うん、あゆみの朝はもうみんなの声開けてうんピンクの美穂ちゃんありがとうレインボーシありがとう歩みこんばんはこんばんは 10年って映画見ってゃてくるからあなんか聞いたことある見てみる調べてみるどこで見れるんだろうどうやったら見れるんだろう前髪かわいいねって分かる前髪切ったのなんかねちょっとめっちゃパッツンだからでもそうだね 今日絶対寝ちゃう今すぐあまねじゃ今日の目標は私は10時に寝たい10時11時10時11時には絶対に寝たい絶対に寝るいや10時だないや9時は無理だから10時にするだからもしあゆみが10時台に寝れたら褒めてください あ、映画館なんだ。今、映画館でやってるんだね。アラーム全部動画からのオリジナル。やっぱみんな、アラーム、オリジナリティなんだね。すごいね。やり方も。あ、なんか充電気温もさ、できるみたいになるよね。無理じゃないよ。できるよ。できるよ。晩ご飯はもう食べました。今。<laughs> 今,今はもう食べました。ご夜ご飯 <laughs> 今日はね寝れると思うなんかさ何いつもと違う環境の時ってさなんかすぐ寝れる気がするんだよね早いでしょでもの結構夜ご飯ん早い早い人なんですお家にいる時はもう6時までには食べたらなんか健康的らしいから結構夕方に食べますね私は。 お家にいる時はお仕事にとかの時はあ遅くなっちゃうけどなんかねいろいろ食べたサラダあいつものラインナップですサラダチキンとゆで卵食べましたあとヨーグルトはどうしようかなと思ってけどなんか食べちゃいましたそれもなんかいろいろ食べた <laughs> なんかねでもね今日買ったサラダチキンねなんかね初めての味だった なんか海賊みたいな山,山海賊山海賊焼き風味みたいなやつ <laughs> 山海賊の族あ山菜焼きかな山山賊山賊味風味みたいな YouTube でもサラダチキン食べてなかったあ食べてたあいみーは基本サラダチキンでできてるからだっていうぐらいサラダチキン うわマストサラダチキンとゆで卵はマストですねあマストマストマストですねあれ今山賊って言ったよねあゆみえ山賊って言ったよねあゆみ今え最後山賊にたどり着いたよね今えあれあれ今い,い あれ今さ最後「さぞく」って言ったよねあゆみあれたどり着いたよね山賊に全然理解できなくてから笑ったけどみんな分かってたもうねあのわもうねもうねちょっとあゆみと話してれば大体みんな分かってくれるはず山海賊は最初じゃん最初は山海賊って言ったけどさそれは何ニュアンスを伝えるために言ったの言 <laughs> い訳<わ> <laughs> あれ 山賊って言ってた <laughs> 山賊ですね。山賊味って何味山賊味って何味でもね、甘かったの。辛いやつだと思って買ったんです。あ、山菜って言ったわ。うわあこれは認める。負けを認めるよ。山賊って言った。あ、山菜って言った。山菜って言ったわ。 なんんかね辛いんだと思ったの4種類のコショウとガーリック風味のうま辛い味が特徴ですって言ったけど全然辛くなかったこんばんはこんばんはごめんね申し訳ないですそうだね多分療養期間のせいだと思う間違えちゃったのは許してあゆみと話してると疲れるよねみんなごめんね <laughs> メンバーも疲れるかな疲れてるかないつもお仕事が終わって帰ったりするといつも「あ今日メンバーになんか気づかないうちになんかしちゃってたかな」とか「マネージャーさんにどういう対応をしてたんだろう」ってなんだよ「マネージャーさんに今日失礼なかったかな」とかめっちゃ考えちゃうのいつも。 これはもうずっとだねマストだね <laughs> あれは今日今日あいみと話してなんか振り回しちゃったかなって疲れるよね <laughs> どうレベルなのあ <laughs> よかった仲間だね <laughs> うんなんかねママと話す時はすぐに伝えたくて主語が抜けちゃうんですよそうママに一刻も早く 伝えたい話な,のなんかよくさん「あ疲れないほんとに?」「そう疲れ疲れませんよ」だって「あれー怪しいな」「疲れたら疲れた」って言ってねそしたらもっと落ち着くねじゃあちょっと今から落ち着いて喋るねありがとう優しいねみんなは <laughs> 今日マスっそうだねマスそだねそう 今日学校で会ったこととかさあのなんか何仕事とかもある,あるけどさなんかあんま言いたくない子もいるじゃん結構「うん別にいいだろ何でも」みたいなタイプの人もいるじゃん。あゆみは、ね、全部もう全部片っ端からママに伝えたい花のいつもお仕事帰ってきても「今日何とかであ今日ね誰々ちゃんとね結構何とかしたよ」みたいなね全部話したい だから主語なくなっちゃうんだよね。a ケビさんのおしメに。主語ないけど何はっ主語主語はね、大事ですよ。ユーリーさんですか主語は大事ですね。私も気をつけます。ふんふんふん。難しいよね。 難しいよね。なんか喋るって。今日はね、時計あるの。海沿いしたら時計が見えるの。三十一分。ああ、とってた。うん。うんうん。なんかもうね、なんかね、ちょっと一昔前に流行った。っ TikTok の曲ばっか今日ね流れてたからね頭から離れないあっじゃない舞台あ、あ舞台ってああああお疲れ様、お疲れお疲れ,お疲れ初見ですありがとうございますラスタイドルの技あみと申しますぜひよろしくお願いしますごめん、ね、ちょっと今日は ラフラフ配信なんだけどうんそうだ話したいことがあるのずっと話してるよだよねずっと話してるよって感じですよねんフんお 何着てるのギ、ええ,え、お世話になってることえだよねえ、お疲れ様です中はラスアイの T シャツを着ております <laughs> ラスアイ T シャツを着て今日はすぐにリハを今日のコーディネートのあ、テーマはすぐにリハができるよコーデです あ話すことはその何なんかまたねちょっとコロナの話になっちゃうんだけどあの明るい話ねあのね復活今日からお外出れますよっていう日にあれ嗅覚変化もってなったんです復活した日にだよ今日からお外いいです出てっていう日,日にあれなんか花あ花粉もあると思うんだけどでもなんかあれ花変かもと思ってそこからね 嗅覚がねなんか泣くななっっちゃったのなんか匂いが分かんなくなっちゃってでも今まで味も消えたことなくて食べてるけどで「えっ?」ってもうずっと分かんなくっていつになったら治るんだろうって思ったので今日リハの時に「復活の日に」あるありえます復活の日にって、まあ、ありえるかありえないことなんじゃないかででも今日。 あのお昼にねオムライスを頂い,いたのお弁当でデミグラスの味はね一生消えたことないあ一度も消えたことないですいや味はね本当に分かんのこれがねびっくら不思議なもんで味はねちゃんとね濃くははっきり私の舌に何乗るんですわかるんですだけどなんか匂いがねわかんなんかずっと薬の匂いがする感じなんですよ ななんかかずっっと薬いでるのかなって感じだったのだけど今日ねももなんとね話してて「なんか嗅覚分かんないんだよね」っつってちょっと試しにあの何オムライスねあの試してみたのそしたらねちょっとねで,で耳を感じて「でみでみを」ちょっとあのでみを感じたんです今日快挙じゃないねえ快挙だよね 久しぶりにね匂い分かったのそう、まあ、完全にガッツリまではまだ分かんないんだけど相性があるのかななんかねデミを感じたの今日だからすっごい嬉しくなっちゃったで <laughs> 今日デミを感じてすごいよねだからあれもね期待してなかったのああまだねそんなデミ分かんないオムライスのね香りも分かんないだろうなと思って試してみたらい レンジで温めたばっかだったっていうのはあるかもしれないけどちょっとデミデミ,ミを感じたの <laughs> そうデミを感じて今日は本当に嬉しかった <laughs> それだけなんだけど <laughs> それだけなんだけど <laughs> あのすっごい嬉しかったです今日デミを感じました <laughs> 久しぶりね <laughs> 久しぶりに感じた香りがデミでした <laughs> 嬉しいだからえみの鼻はデミは分かるみたいでもわさびの匂いは分かんなかったの 前にお家でねやった時あと時あとが焼きの匂いも分かんなかった結構そうね花粉もあんのかな花粉もそうあるんですけどでも今日は久しぶりにそうデミったんですだからそれをみんなにね早く伝えたくてうずうずしてました今日は <laughs> そうまあねうれしくてマネージャーさんにも言っちゃった「えのデミの香りします」って。 言っちゃった <laughs> ったていう話みんなもあいみょばっか話して申し訳ないからみんなも話していいよ <laughs> デミオそうそうだからねこのまま行って戻るかなって期待してますでも相性がんのかも鼻とわさびは分かんないけどデミは分かるからソース系が分かんのかな 美味しいいいい食べ物匂からないって辛いねね、でもあもともと嗅覚そんな鋭い方じゃなくてだから別に嗅覚ならまだなくても生きていけるかなって思ってたんだけどやっぱね今日は感動したね香りをえ何も触ってないよで何も触ってないのにさ今さ ライトがなったんだけどね怖くなってきちゃったね怖くなってきちゃったえみんな聞こえた今なんか今聞こえたよねなんかここに電気あるんですけど電気触ってないです私み <laughs> 電気触ってないんだけど今 デミオンレミオンかのえい今電気えどこえどこの音でも電気のどこ触っても今の綺麗なキーンって聞こえないんだけどえあ、療養期間のせいかなあそうかもそうかもやっぱずっと寝てたから耳もちょっとおかしくなって、ね、えでも本当に聞こえたよね 今さチーンってこうやったよねでもねここにライトあるんです絶対ライトの音なんだけどあ鏡違うでもどこライトのどこを叩いても今の綺麗なねチーンって音は鳴らないのしかも触ってなかったし <laughs> ねやだやだやだ 主この部屋の主誰ねえヤ主とかね嫌だミ一人だからやめて <laughs> 今日これ以上後ろにいるよってコメント今から後ろにいるよってコメントをした方は DM でちゃんと DM かリプとかで慰めメールをあ慰めを送ってくださいね私がちゃんと夜寝れるように楽しいメッセージを送んなきゃいけないからね「背後、はい、注意だねあはい」 あの長さめディエもお待ちしております。<laughs> ライトが熱持ってどうにかなったとかああああそういうことそういうこと前にいる前にいるうわ前にじゃあもう千二百五十一人の主がいるよ。<laughs> でも今日は早く寝るって決めたから夜更かししなかったらそんな怖くない。 でもあみ音がないと生活できない人なのでテレビをつけてないと怖いんだよね後ろ暗くないあ今怖がらせましたねはいはいえっと慰めのあのおちゃらけ DM をお持ちしております <laughs> カーテンの裏にいるよあはいそれではあのふさげたふさげた DM をお持ちしております いたらいたで仲良くすれば大丈夫。それが一番怖いって。いたらいたでがダメ良くない。いたらいたでが仲良くなれんのかなぁ。猫噛んできちゃった。<laughs> もうえななんて今何時で？海釣りしないと時計が見えないよね。六時四十一分でした。二十二時また深日になるよ。はー。 もうなんか変な写真を送んないともうダメです寝る時も音があいやでも寝る時は最近消せるようになりましたそうなんか最近寝る時は音消しても平気になったゆみのコミュ力ゆみコミュ力ねないですよ あの初めての人には、まあ、すごい人見知りするねえやだ枕動いたって一番すっごいリアルうんショールームしてる時はまだいいんです終わった後が本当に私の戦が始まるからね読まれてないからセーフアウトえ二2分早い ?2 分早いの え前髪なんか押さないの、ね、やっぱりパツこんばんはこんばんは宇宙と更新ね宇宙と更新してんのかもしれないえ怖いそうなのショールーム終わって一人で一人で落ち着い落ち何なると怖くない、ね、声隣に聞こえてるかな大丈夫かなうるさいかなえっとね 7時ぐらいに終わります1時間1時間で終わるね晩ごはん食べて気分変えなせいもう食べちゃったんだよ早くもう食べちゃったんだよでもあゆみは見たい YouTube がいっぱいあるからそれを見るって言うとまた寝れなくなっちゃうけどもマ,マと話してるもうねママと電話 LINE はそうだけど電話するのはルーティーンなんです 離れてる時やだから今日もする予定19時からものもそうそうそうだからねあのかぶらないようにと思ってどうしてもね他のメンバーとちょっと被っちゃったりしてるんだけど。 でもちょうど終わろうと思ってだから今日は本当になんかもう今日は色素がなくてすみません <laughs> <laughs> こんばんはこんばんはお久しぶりお久しぶりですいつもありがとう肩にいるよオ OK でしょもうね一番アウト肩は でもピカ,ピカチュウピカチュウ方に乗せたいよね <laughs> いきなり何 <laughs> 好きな漫画の2週間いラブさんのかあナータさんねアスカノだっけアスカノって立ってるあの略し方あゆみね読んだことないんだけどすごいよねだってもうそのまんまでしたもん本当にすごい楽しみ見よう原作は見たことないんだけど 見る4月の12だったよ、ね、そうピカチョピカチョ高校卒業して髪巣メイカー迷ってる周りのみんな染めてるしえ本当に同じだねあいみとあのあいみもね結構メンバーも初カラーしてる子が多くてココロンとさくらちゃんがねこの間初カラーしてて。 あもね春になってすっごい冷たくなっちゃってまたあなんかえ本当にね本当にね本当に染めちゃうかなって思ったの本気でだけどあのチキンになっちゃってダメでしたちょっとビビっちゃったのでやっぱね染めないでって言ってくださる方が結構大半なのでありがたいことに私の あの身内の方あ身身身内内内じゃなないやなんだあの身内の方方 <laughs> んでやの身内の方 <laughs> そうだからまあ最後まで苦労まあ真っ黒ってわけじゃないんだけどあのみんながそう言ってくれるから我慢してあの貫き通そうかなと思いました。 ね、心もめっちゃ可愛かった。え、さくらちゃんもめっちゃ可愛いのでさ、なんかピンクっぽかったんだよね。すっごい目がすっごい染めてみたかった色に染めてて。羨ましかった。うん。あ、お願いします。えー、ありがとうございます。もう嬉しい限りです。本当に。私はアイドルが好きなので。どうにか、どうにかこうにか頑張りたいと思います。 染めたいも見たたたかったけど本当に染めたらさみんなで悲しむでしょだって悲しむでしょでもカラーしたらもう定期的にちゃんと行かなきゃいけないじゃんだからそれがちょっと大変だなぁとは思うでもやっぱ開かなけるよね染めたらさえっ何の音え何の音 あ、隣の方かな隣の方だよね。なんかなんかね今は何の音が一,一番近いんだろう椅子の音じゃない椅子の音じゃない椅子の音じゃないなんかキリキリって回す音が聞こえた。なんていうのなんかねキリキリっていうなんかえー、な何のなんか木にも木材に何か,かネジみたいなのやってこう でもあっんか道具あるよねこういうえ隣にねメンバーかなわかんないわかんないだっメンバーかなメンバーかなわかんない誰だろう確認してみよう後でななんかあるよねなんか木材にさなんかネイシーみたいなあっててきょきりきりってなるやつなんだろう あ鳥飛ぶやつあそう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 鳥が飛ぶやつあ呼ぶやつねそうそれかもあったそれねお家に持ってましたなんかみんなと話すの楽しいね <laughs> 一生話して出るよ私本当に分かんないよみのみの一個人の感想だから感想だよ感想なんだけど。 階段んだっけあれんだっけあっ怖いなぁ怖いなぁ怖いなぁこれはあ怖いあなんかあるよねこれは私がこれは3年前に体験したお話ですみたいなドキドキ。 リアルトーク会だと緊張してもかな話言葉で出せないかもいいよもし出せなかったらもうこん,こんなんやってくれもうあゆみがすぐ喋るあゆみがめちゃくちゃ喋るからそうそう心配しないでそうあのあゆみにねあの会いに行きたいけどちょっと話すのが苦手なのでちょっとあの苦手なので勇気出ませんって話してくれますかって ててくださって,る方がいてのあいみから何でも話してるし聞いてほしかった全然聞くしだいきなり声ちっちゃくちょっと緊張メンバかなと思っていきなり声ちっちゃくない言っえっもうあもうねもう嬉しすぎるもうもうねそれ以上に嬉しいものはないっていうぐらい本当に嬉しいもう嬉しい。 会いいに来ててほしいな待ってるね今受付多分してるのでリアルもオンラインも来てください名前言って覚え覚えるあショールームで言ってたーって言ってくれたら分かるからもう覚えました嬉しいなラスオロの必死 で、ヒストリー面白かったでねえあいみもさなんだかんだ昨日見ちゃってなんかうるうるしちゃったねあいみが一番ハードあいみさあの小学校の頃さあのハードル層でさあの授業参観だったのハードル層でで今まで 体の好きなタイプだからハードル層とかでやらかしたことなかったのにみんなが見てる前で思いっきりハードル層引っかかって転んだんですよねそれがすっごいね苦い思い出 <laughs> 話しやすいかなあいみわかんないですオンライン悩みすぎてまだ投げてない悩んでいっぱい悩んでくれでもねもうみんなそれぞれお家の事情があるからね無理に。 もう絶対に来てなんて言えないですけど、まあ、でもね来てほしいねね <laughs> 待ってるねそう本当にハードルそうあの時が一番痛かった小学校とかで生きてきて一番あの日が痛かった本当に痛かったすっごい転び方したのみんなにも見てほしい本当に。 うん。フフ <laughs> この前のオンライン緊張しても話さなかったけど優しくしてくれてるえー、そんなもうあいみんテンション上がっちゃってるからどんな何反応だったか覚えてない何もう舞い上がっちゃう人だからあいみん。I mean よかったそう思ってくれて同じ経験したことある痛いよねハードル層ってね。はるるん来たえハはるんえほんとねえはるお疲れ様ですマネージャーか <laughs> マネージャーみたいお疲れ様すごいちゃんとラストアイドル1期生って書いてある。はるえはるって隣もしかして。 え間違えたの？何？間違えたってどういうこと？<laughs> どういうこと？何を間違えたの春？え本当だ間違えた点点終わらだって。お疲れ様です。<laughs> 正直ハレカさんお疲れ様です<笑><笑>え。え春隣なのかな？あゆみの声聞こえてんのかな？いやあゆみがさ隣誰かわかんないくてさ。可愛いパルタ。パルタ,ンパルタンはいいよ。 鈴木はるかさんはねいいよパロはいいよあそういうこと春だったのかなわかんないけどあ定型文ね出ました出ました定型文ダメだ急にちょっと急に緊張するパロタンがいるってなると <laughs> パロタンはいいよで普段パロタンって言わないけどねパロタンパロ パルパルはいいパルよ。パルパルはね、本当にかわいいパル。パルパル。パルパルパル。明日も頑張ろうね。あ、がん張ろうね。<laughs> 全然パルじゃなかった <laughs>。ね、ショールーム全然あれやってないですね、コラボ。あゆみちゃんから見て、どこかで話です。 えでもラサイみんなさ話しやすいんじゃないじゃないパルパルそれで言ったらもうパルパルもう話しやすいと思うパルパルはねいっぱい話してくれるよねえパルねえ、ね、パルぜひぜひパルアイパルのアイハルのアイハルでお待ちしておりますトーク会あこの音えどこ持つの うん。うん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 んんんんんんあれ何か読めなくなってるあれがギフ,何ギフトが「シュ君がるちゃんありがとう」えこの音かなさっきの音もえでも全然ちょっと違くないあ この音この音かな <laughs> 全然何怪奇現象とかでも何でもなかったただただの自分でしたただの自分のせいでした本当にすいません騒い騒いで <laughs> 騒いですいませんでしたえでもさもっと高かったよねさっきの音もうちょっと高かったよねだよね待って50あもう五待って 58分で2分早いから56分今ね本当にもう今にも寝そうな顔してるね今は56分かなさ五54分でしたあれ何分違うの <laughs> どうんあゆみの部屋の時はせっかち <laughs> じゃあもうそろランキングを読みたいと思いますあゆみショールーム終わったら多分すぐ寝ちゃう気がする寝ないけどマロップありがとうアイシングクッキーアイシングクッキーってさ作るの難しそうだよね作ったことない

未来は明るい十位ドゥルドゥルルじゃん。ベルモットありがとう九位ドゥルルルじゃん。しーちゃんありがとうありが八位ドゥルルルじゃん。ハービーさんありがとう七位ドゥルルルじゃん。ブルーノルドありがとう六位ドゥルルじゃん。 ここ、ありがとう、ポケットモンスター、ここ。こい、じゃん、もろこし土、ありがとう、嬉しい。よ位じゃん、ピンがのみほちゃん、ありがとう。三位、じゃん、じゃ、とびさん、ありがとう。二位、クロちゃん、げんありがとう。第一位は。 じゃんミッドナイトパーティーありがとうございますパチ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 ,パチ緊張迷惑だったかな聞こえてたかなどんぐらい聞こえるんだろうやばい、シャックリ止まんなくなっちゃったシャックリ止まんなくなっちゃった聞こえてんのかな申し訳ないな、そしたらねでもさ、ホテル神とかの人はみんなどうやってショールームしてるんだろう じゃあ目標は十時に寝るスクシュタ,タイムスクシュタイムも今日はみでリハの顔リハの顔だからさなんかなんか可愛くしてくださいなんかなんかなんかつけといてください <laughs> え前髪おさないふんふんふん カッコリハゴって書い,といてるじゃん。<laughs> 特にねあれをしのラサイが好きだってえ嬉しい箱押しってことですか？ラサイ全部が好きってことですね。嬉しいありがとう。やっぱ箱押しっても嬉しいですよとっと。うちごのまるまるあいつあ,ありがとうこの間もありがとうね。カレパッチョありがとう。 今日も一回のありがとうこちらこそありがとう画像もありがとねあのあのあの,あのあれトーク界のではえっ、ー、とさっきあの私を脅かした皆様はおふざけおふざけ DM もお待ちしております ではでではは終わろうかなでは最後にちゃっちゃく告知をさせていただきます。とリアルリアル個別トーク会そしてオンライントーク会受付中でございます。皆様ぜひ私とお話をしてください。お待ちしております。今 お受付ししててるオンンラインしてますリアルも多分してる始まったんじゃないかなまた3時とか3時が始まったんじゃないかな皆さんぜひえっとねリアルは5月の14がインテックス大阪大阪さんですねでえっと5月の22が幕張メッセですで幕張メッセの8時あ八8時じゃない 8部,8部はあの皆さんがあのお話ししてくれるそうで完売だったらしいですありがたいでもそれ以外はまだねたくさんありますので是非お待ちしております関東の方も関西の方も是非あそう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 ,そう手形会いね、うんでオンラインは4月の9日と4月の10日が あんまり時間がないのでもう2時が最終でもう結構締め切りが早いのでぜひオンライン4月に4月にオンラインで話したいという方はお早めにどうぞ <laughs> なんか偉そうになっちゃったねお早めにぜひおはおはちょっと急いだ方がありがたいか うん、そうで手形たいもねもう一回あるんですあののほほん手形たいがぜひもモなモのショールームが始まったので私はもう去りたいと思いますではありがとうございましたすごく今朝がめっちゃ熱い4月9日誕生日乾杯してますようにね嬉しいそしたらそしたらもう もう最高のプレゼントですよ本当に会いに来てねではおやすみまたね皆さんも頑張って朝起きてね <laughs> おやすみなさーい目指せ22時だ おいえ、またねー。バイバイ。おやすみなさい。五、四、三、二、一。